みんな聞け。今日は茨城県某所に来ている。オフ会に呼ばれて来ている。見たところとても気になるジムニーが止まっているので、これから捜査を行う。そして今日は特別に捜査員を呼んでいる。久しぶりに登場、半沢直樹捜査員だ。お久しぶりです。東京中央銀行から参りました、半沢直樹です。参りました。わざわざ、はい、このために神奈川から来ました。下道で6時間かかったぞ。悪いな、なんか。いいえ、申し訳ない。大丈夫です。そして、はい、この炎天下、はい、この大自然の中、はい、スーツで来てもらって、はい、感謝している。めちゃめちゃ暑いです。松井、はい、今日ちょっといっぱい車来てるんだが、はい、とても気になるジムになるので、はい、松井なりの視点で捜査を、はい、してもらおうと思う、はい、あったぞ。これがあれだよ。気になるのはきれい。松井かっこいいだろ。これかっこいいですね。どうよ。おー、早速乗ってみます。ダメだよ。ダメだよ。ダメですか。お前が早速乗っちゃダメなんだよ。わかりました。オートマ限定なもんで、すいません。はい、小野さんがいたので話聞きましょう。小野さんが、はい、いました。これね、はい、すごいんだよ。なんかすごいです。パッと見ね、はい、こんなに、はい、いじってないように見えるけど、はい、バンパーとか、はい、フェンダーとか、はい、ノーマル、パッと見ノーマル。車高は？車高は2インチですね。定番の、定番の2インチですね。あんまり車高上げたくないんで、その代わり足をグッと伸びるように作ってある。うん、足が伸びる。はい、伸びる。うん。なんか気になるとこある？これはあれですね。ハンドルがいいですね。ハンドル見てるのか。ハンドルがいいですね。ハンドル見えてるのかよ。星さん。はい。はい。はい。なんか SNS は？ SNS は特にですね、インスタやってるぐらいです。あ、なるほど。はい、インスタグラムで。はい。この車が見れる、ね。ぜひ見てください。はい。ちょっとね、半沢直樹は、はい、ちょっとこの車だとよくわからないみたいなので、はい、まあ、見た目かっこいいのはわかるんだろう。はい、そうですね、うん、かっこいいです。パッと見一言で言うと印象どう？真っ白な、うん、ワゴン。真っ白なワゴン、ね、キャンプとか行きそうな。キャンプとか行きそうな、はい、感じに見えるけど、はい、実は、小野さん、はい、これすごいポテンシャルなんですよね。すごいポテンシャルですね、これは。はい、ちょっと説明してまいりましょう。はい、行きますか。はい、売りどころからまず。売りどころですね。まあ、これはこの世のに売ってない。お、これも作ったもんです。ワンオフです。なるほど、ね、しかしトシさん、はい、ポテンシャルの話してるのに、ポテンシャル最初にこのカバー紹介するということですか。何からいきます。まあ、じゃあ食からいきましょうか。食からいきますか、ね、フロントですね。あ、皆さんなんとこの2インチアップの、ね、2インチなんだけど4インチ用のフォックス入れてあって、フォックスが入ってる。ここ50、ここかさ上げしてあるんですよね。かさ上げしてる、その分だから長い食が入るんで、はいはい、ストロークが確保できる。だから車高はこの状態だけども4インチと同等クラス、はい、ストローク伸びはあるんですね。このホイール、だからスカリムで、はい、そうですね、うん、これはあの京都のカースタイルさん 7.5J。なかなかジムニーのリムでこのね、幅広ってなかなかない中、はい、あそこはかなりね、昔から、まあ結局ほら、グレッティでターボつけたのがね、カスタールさん、はい、最初ですよね、はい、狭小持ってって、はい、ちょっとあれ見て憧れちゃった部分もありきで、かっこいい。はい、だからこれつながりでエンジンもトラストのターボ。お、そうなんですね。ちょっとエンジンルームあんまり分かんないけど、じゃあそこ開けたついでにハンドルも左に切ってもらっていいですかね、フォックス見えるように。お、いい音。おお、いやらしいな。ハンドル切ったらフォックス出てきたぞ。いやらしい。ほら、じゃあこっち、見せびらかすように、はい、アームコイルは、アームはですね、はい、これはどこだっけ、エボリューションって、なんだっけ、ここは名前と忘れちゃった。じゃあ、聞かなかったことにします。コイルは、え、コイル、コイルは、これは富山の、はい、戦艦密着
そうですね、富山の業者さんのコイルですね。これはね、珍しいね。ナウティとかっていう、はい、じゃあ伸びるんですね、すごい。そう、オートサービス石黒さんか、はい、うん、そこの、うん、そこのコイルですね。じゃあエンジンルーム、松井エンジンルームみたい感想をください。はい、パンタナオさん。はい、おーおー、いっぱい、なんもないのか、いっぱいあります。すごい、すごいですね。まあちょっとね、ただ正直ね、はい、あまりシエラのエンジン見たことないので、あ、そうです自分のとは比較にならないんだけども、はい、まあパーツがね、はい、まあこれオプティマですか。オプティマですね。オプティマですね、まあバッテリーしかわかんないぞこれはどこでしょうか。これあのグレッティのターボキットですね。まあ、地元がもうグレッティさんの膝元なんで。あ、そうですね。うちから15分ぐらいですね。すごいね。あのうちの近くにもね、あのタニタがあるけど。タニタ、ダイエットする、体重に。タニタがあるけどこれと一緒なんじゃ。タニタはあんまりタニタにはお世話だったもんね。すごいですね、細かいところもいっぱい。そうですね、一応グレッティさんで出てるこれに対しての部品はほぼほぼ網羅してる感じかな。すごいですね、こんだけお金かかって。はい、マゼラッティでも乗ればいいんじゃないかな。マゼラッティすごいですね、こうジムニーでもね、夢がありますね。そうですね。これついてましたっけ。それは、うん、これもなんかあのネットで、あ、つけたんだ、うん、後付けなんだ。そうそうそう、ちょっと違和感なくついてる。なんか向こうと同じ形なんですよね。いいね、うん、でこれはほらこっちのタイヤが見えるように、はい、うん、あと正面から見て左右これで一緒になるかなみたいな。なるほど、ね、シンメトリーでね。シンメトリーでね、はい。お、まあ車内はこんな感じにシンプルです。ああ、でもやっぱりハンドルもスイフトスポーツ流用、流用です。シートがこれが、アルトワークス、アルトワークスのレカロ、アルトワークスのレカロ、純正レカロですね。スポーティー中は、はい、これなんかルーテですか。いやいやいや、それはあの、はい、グレッティのメーターですね、ターボ。かっこいい、かっこいいでしょ。おー、すごいよ、マジで、ほら。あ、すごい。文字読むときに当てるルーペじゃないですよ、これ。どのタイミング使うんですか、車で。ここもなんかメーターになってますね。そう、それランドメーター。それもなんか中国製っぽいですけど。あ、ちょっと手伝いかな。あ、角度、傾斜系。そうですね。傾斜系です。暗いのメーター。暗いのメーターですね。あれ何度目？あ、これ開くんですか、これ。なんか開いちゃってますね。まさか。まさかの。お、おい、すごい、マジか。すごい、これはすごいぞ。おは、すごいですね。なんすかこれ。オープンエアですよ、オープンエア。いや、そういうことじゃなくてえ、オープンエア、後付けっていうか、後付けですよ、ですよね。ぶった切りです。すごいな。いや、待って、これすごいよ。これすごいですね、うん、雨の日にはちょうどいいですね。ぶっちゃけダメだよ、逆に。ダメ、傘さして、傘さしながら、はい、ちょうどいいですね。これはすごい。ちょっとごめんなさい、上から開け閉め映していいでしょうか。すごい。出たな。りょうすけ。シャットル道みたいな。りょうすけ。ちょっと待ってください。じゃあちょっと待って、後ろ回ります。はい。すごい。はい、お願いします。おお。すごいぞこれ。星さん。はい。撮っていいですか。はい。フォックス入って、フォックス入って、シエラにターボキット入って、ターボキット入って、このなんつうかサンルーフって言っていいのかな。ベバストのラグトップですね。ラグトップ入って、はい、なぜあなた最初にこれを紹介しようとした。これは俺が作ったから。ねえ、すごいよ、すごいよ、これ。本当に金かかってるよ。いやー、トタカも欲しいですか。あ、これ欲しいね。うん、ぜひぜひ、これは欲しい、実際。見たことないですよ。このキットの重さは、うん、ルーフよりやっぱ重くなりますか。ルーフより若干重いかもしれない。あ、でもそんな変わんないかな。そんな変わんない、うん、じゃあ別にキャリア積んでたら、うん、変わんないぐらいの。変わらないと思います。多分切り取った部分と同じぐらいの重さだと思います。あ、すごいな。
こう見るとかっこいいですね、やっぱり。そうでしょう。結構だから、上から光さすんで、この辺もよく見えるし、ね。ちょっと座ってみていいですか。どうぞ。あ、そう。まずい。はい。ちょっと、座らせてもらう、はい。初めてこの、ジムニーの、はい、新型ジムニー。うわ、もう乗った瞬間に、ねえ、どうですか、熱い。何かこの辺明るいし、はい、ただ正直、はい、前ボンネット開いてるから。そうですね。見えないですね。すごいですね。屋根が開いてるから。すごいぞ。なんだ入ってきますね。特に、はい、視界にガーッと入ってくるとこじゃないけど、うん、何ですかね、この開放感。いいでしょ。ねえ。すごい。もうツーリングは最高です。最高ですね。そして何気こういうシフト。飛ぶとかこの辺がちょっと、そうそう、それはね、あのオートマ車の、はい、あのコラムを使って、はい、ちょっとなんか高級に見えるでしょ。見えるすごいですね。そうそう、オートマシエラの、あ、そうオートマ車のコンソール使って、ついてで、ここをトレジャーつけて、結構角度がビンゴだったんで、絶対前に乗ってた車はなんかイタリア車だろ、これ。そうですよね、きっと。ドイツ車です。ドイツ車ね。ちょっと違った。でもやっぱ会社乗ってそうだね。じゃあこれは、あれですね。なんか映す。カブリオレですね。カブリオレですね。深みのカブリオレ乗り続けてるんで。あ、そうなんですね。いや、すごいよ。まずい。はい。サムネはちょっと上から撮るの決定だな。なるほど。顔出して。うん。これすごいですね。いや、あのね。はい。この会場来て、パーって並んでて、うん、このジムニーに、この中身知らずにね、雰囲気で、目をつけた、自分を褒めたいですよ。なるほど、なるほど。なんかちょっと違う、あ、雰囲気違ったもんね。じゃあ、最後に手作りと。ワンオフってどういうこと？なんかそういう商売なんですか？元ね。元。あ、ショップ、うん、ショップっていうか、まあ、もっといろんなことを車関係やってて、はい、うん、今はお家作ってます。あ、なるほど。はい、大工。建築やってます。建築屋さん、はい、おー、これは FRP で自分で、これ FRP です、自分で作った。そうです。おー、もう待ち、自分で作れるもんなんね。自分で頑張れば作れるもんです。コロナ禍もできる。これ何デザインは？ピアノの鍵盤とかなんかそういうの。あ、本当だ、はい、ピアノの黒くなって、黒くなって、いやいや何も出ないですよね。みんなほらやっぱり丸い形でこうね、あの、へこんでるところをね、埋めてる感が、あるから、うん、いや、これかっこいいですよ。流行りそうです。販売しないです。なかなかね、儲からないでしょ、これいうのは難しいでしょ。まあ、手間暇がどのぐらいかかってるかわかんないから。まあ、どなたかあのショップさんでこれ、はい、もう持ってっていいんで、肩を起こして売ってくれる方いたら。あ、なるほど、やってください。はい、欲しいとだけ書いておいてほしいですね。そうですね、裏でいいんで、はい、ちょっと上げていいですか。どうぞ。別に特になりません。はい、ただこれ上がやっぱり、そうです、ほら、あ、爽快、うん、爽快です。羨ましいわ。うん、大変だったじゃないですかこれ。あの、うん、結構預けたんで長かったですか。いや、これ全部人に触らしたことないですね。あ、自分で成功した。全部自分です。あの、人に車触らせないたちなんで。やってることは全部自分ですよ。すごい。あ、もしかしてじゃあこれ、どっちかサイドずれてたりしませんかね。絶対それはないですよ。建築屋さんだから。面白いけどね、自分でやりましたっつって、ね、サンルーフがどっちかに出てたら面白いけどな。すごいですね。小田さんも今やってもらえますか。今やることですよ。今穴開けてもらえますか。ちょっとちゃいましょうか。穴の切りっぱなしでしょ、それ。バンカートでしょ、ただの。すごいマグライト。あとこれなんか意味あるのかなってちょっと気になったことがあるんですが、うんうん、アンテナが外れ向いてるのは何ですか。なんだろうね、なんかその位置が僕的には落ち着くからなるほどね。この辺がいいんじゃないですか。やっぱこうでしょう。この差を見てるんです。いやいや、かっこいい。これはすごいね。フォックスのアピールしてるぞ。あ、ファイブリンク。いやいや、あの、ファイブリンクじゃないんだけど、はい、これがね、なんかエボリューションリンクとかって言って、要はファイブリンク並みのストロークが出るっていうアームですね。はい、はいはい、あ、マスターピースさんだ。
なるほど。失礼、マスターピースさんの、はい、ステンレスです。これこれがまた伸びるんですよ、めちゃくちゃ。まあフォックスと相まって相まって相まって、あとこれちょっとさっきやっちゃったけど、はい、これ見てこのバンパー、はい、バンパーが普通のバンパーに見えますけど、普通のバンパーに見えるけど、はい、この顎が出てないみたいなね。そっか、ここはちょっと盛り上がってる。そうこれくらい低くてこれくらい出っ張ってるでしょ。なるほど。ここ引っ込めたっていう、引っ込めたけどここ当てちゃってるっていうね。なるほど。今やっちゃいます。あんまり意味ないですね。随分地味なとこ。トシさん、あの地味なとこ紹介するけど、派手なとこは俺から聞かないと紹介しないって。松井どうだったこれ、すごいだろ。いやすごいですね、なん か感動しますね。本当楽しいですよね、やっぱこういうとこ来ると、はい、捜査官もぜひ、はい、いや本当にね、意義ありましょう。ちょっとやりたいですけどね、はい、いやいいものを見せてもらいました、トシさん。いやありがとうございます、はい、ありがとうございます。捜査協力に感謝する。ありがとうございます。はい、松井以上で捜査を、はい、終了する。捜査終了する。他の車を見て回ろう。はい、回りましょう。行きましょう。